穴地蔵古墳は、福井県鶴ヶ市市側にある古墳。形状は円墳。穴地蔵古墳群を構成する古墳の一つ。福井県指定史跡に指定されている。福井県中部、鶴ヶ半島基部の花城山の南山麓に、築造された古墳である。周辺では、本古墳含む3基の円墳が分布し、穴地蔵古墳群として認知される。これまでに、 墳球の大部分が作兵を受けているほか、2000年に発掘調査が実施されている。墳形は円形で直径11メートル、高さ3.5メートルを測る。主体部の埋葬施設は、無袖式の横穴式石室で南東方向に開口する。石室奥壁には石棚を伏すという特徴を示す。石室内からは、鉄製バグ、水液、 はじきなどが検出されている。築造時期は古墳時代終末期の7世紀前半ごろと推定される。福井県内では数少ない石棚を有する点で貴重な古墳である。古墳域は1978年に福井県指定史跡に指定されている。石室原室中央に石棚、石棚上に地蔵村石蔵。 主体部の埋葬施設としては、無袖式の横穴式石室が構築されており、南東方向に開港する。石室の規模は次の通り。かつて石室前には旧尺四方の銅が混流されており、その関係で沿道は後世に改変を受けているため、石室の全体像は明らかでない。石室の石材は、加工岩の割石である。原質には、 奥壁に接する位置に石棚を付す。石棚の奥行きは1.9メートル。石棚を有する古墳は、福井県では鶴ヶ市の3期、三浜町の2期のみに限られており、特に鶴ヶ半島における偏在性から海洋集団や聖宴集団とのつながりが示唆される。石棚上には地蔵村、石蔵3区が祀られており、そのうち1区は、栄昭15年名を有する。 伝承では、西福寺十二街住職の利光商人の自席といい、現在は四国八十八箇所の写し霊場である若古市、新四国八十八箇所の第七十二番札所として進行されている。ありがとうございます。